女性にお会いしまして、まあ、その子の家にちょっと居候できることになってしまったので、それでちょっとしばらくはその生活をして、そういう生活をしてたっていう、すいません、本当に、申し訳ない、すいません、すいません、本当に、すいません。だからずっと笑いながら喋ってるのがもう、あの高澤さんの神経を逆なでしてることに理解した方がいいよ、そうそう。はい、すいません。真面目にやろうぜ。はい、わかりました。ね。はい。なんで笑うんだよ。ヘラヘラすんな。はい、すいません。はい、すいません。すいません。すいません。申し訳ないです。ヘラヘラすんな。はい、すいません。何の話かわかんなくちゃったんですけど、な、な、質問、質問、ちょっと、質問なんですか。質問、もう一度。笑ってんの？はい、すいません。はい。ダンディーな男性の社長さんだったりとか、経営者の方から相談をちょっとしたいなっていうことで。ふざけんな！びっくりした！おい、すいません。いい加減しろ。チャンネル登録お願いします。